目線を合わせるというか、もう俺はいけるぞっていうのを分からせないとダメなんで、はい、そのためにその選手が僕を見れるとこにもいないといけないし、それを感じさせてもダメだし、はい、もう準備できてるなっていうのは分かってくれるんで、そこもその人との信頼関係とか、それも分かった上でどうプレーするかっていうのは大事かなと思います。こうやって準備してても絶対ディフェンスは分かるわけじゃないですか、はい、来るなっていうのは、はい、なんかいかに走る準備をしてないふりをしてしてるかっていうのが、まあ、僕にとってはすごい大事かなと思って、